はい、こんにちは。2019年9月9日ですね。3時38分になりました。はい、奈良県ですね。奈良県に、やってまいりました。ということで、奈良県に来たということで、大阪編の反省していきたいと思います。鹿と一緒に。鹿と一緒に大阪編の反省していきたいと思います。鹿見えた方がいいか。どうか。はい。で大阪府にですね、兵庫から、蘭葛の家から移動して、で、大阪府着いて、大阪府では一泊だけでしたね、一泊だけしました。で、カオサンワールドホステルっていうところのホステルに泊まって、でそこから、夕方ごろまでちょっと動画編集したりとか、あとは、キーボードの練習したりして、で、夜ごろかな、大阪府に住んでる、ゆうさんっていうね、先輩の方が住んでるので、ゆうさんがね、ちょっと、翌日早かったりとか、その日ね、用事があったりとかしたんですけど、友達との、用事の時間をちょっと押して、聞きに来てくれましたってことで、ゆうさんと一緒にね、合流してから、路上に行って、ストリートで弾き語りしてきました。で、課題曲はそうですね、愛子さんか、愛子さんのカブトムシで、まあ、課題曲の出来栄えとしては、まあ、あんまりでしたね。っていうのが歌詞飛んでしまったっていうのと、正直歌声があんまり出てなかったのかなって、個人的に思ってる部分があって、うん、課題曲あんまりですね、こなすことができない感じでしたね。まあでも、歌えたんでよかったです。ゆうさんにも聴いていただいて。で、課題曲以外の曲で、得意なね、沖縄の曲とか歌ってる時は、なんとね、立ち止まってくれる人とか、撮影してくれる人が結構いたんで、よかったのかなって、個人的に。思ってます。はい。撮影はね、初めてだったんですよ。誰かに知らない人に撮影して、おめっちゃ食ってる。撮影してもらうというのは初めてだったんで、そういう意味では、良かったのかなと思います。結構ね、その各都府県で、初めての経験をね、毎回、しているので、今回大阪府ではそういう意味で、誰かにね、撮影してもらう、しかも知らない人に撮影してもらうっていうことができて、良かったのかなと思います。撮影するぐらいのその価値をね、提供できたのかなって、はい、個人的に、思っております。だんだんね、なんか自分のね、本来持っている力を発揮できるようになってきたのかなって思ってます。成長っていう意味では、あんまりね、2週間ちょっとでは成長、まだ2週間経ってないから、出発してから。うん。成長っていう意味では、あんまり成長はしてないと思うんですけど、場数踏んで、あんまりね、恐れずにというか、なんていうんですかね、緊張せずに歌えてるっていう意味では、いいのかなって思ってます。はい。なので、自分のね、持てる声とかを人前でできる、出せるようになってるっていうのは、そういう意味では成長かなって思います。ただ、実力が成長してるかって言われたらそうでもないんで、うん、そこはね、もっと練習して頑張っていこうって思ってます。ってことで、鹿ですね。的な感じかな。大阪府は、そうですね、ホステルで、名前がね、マックスさんか、マックスさんって人に、出会ったんですよ。マックスさんって人に会って、で、ウズベキスタンか、ウズベキスタン出身の人ですね。マックスさん、プログラマーの方、ゲームの、プログラマーをやってる方と出会って、で、仲良くなってね、なんと YouTube チャンネル登録していただきました。ということで、ウズベキスタン出身のね、チャンネル登録者ができたので、今後ね、英語のテロップ、多分この回ぐらいはね、ちゃんともう出てると思うんですけど、英語のテロップもね、つけようと思います。はい、そんな感じですね。あとは大阪府は、その後はまあ、夜中2時半ぐらいまで、まあ、練習して、って感じですね。そう、翌日になって、で、奈良県に、まあ、ゆっくり移動したという感じで、今は奈良県に来て、まあ、鹿と一緒にね、戯れてる感じですね。はい。鹿ちゃんがいっぱいいますね。もうめっちゃいますよ、鹿。鹿しかいないです。まあ、そんな感じですね。こんな感じで、鹿ちゃん、やっていこうかなって思ってます。ということで、奈良編もね、楽しみにしていてください。以上で大阪府の反省終わります。